白夫人のあやかし恋は1956年に公開された日本の東方と香港のショーブラザーズの共同制作の特撮電気映画である。キャッチコピーはレンボウ陽気の一年。その悲しみが呼ぶ呪いの大洪水。世界三大伝説懸案の映画化。中国の伝承、白蛇伝を題材とした作品。東方初の総天燃色による特撮映画である。 当時のカラーフィルムは感度が低く忠実な色の再現にはライトの調整を必要としておりセット内はライトの熱で虫風呂のような厚さであった美術助手の井上康幸は植物の造形も撮影前に多くテストを行ったと証言している日本で最初にブルーバック撮影による合成を用いた作品でもあるブルーバック背景の色の配合から 試行錯誤が繰り返され、合成作業もすべて手作業であった。ヒロイン白娘の次女である小青は、原作では、魚の化身であるが、本作品では、青蛇の化身となっている。聖子の辺に住んでいた、巨仙は貧しい若者。ある雨の日、傘もなく濡れていた、美しい白娘に、自分の傘を差し出したところ、その娘から結婚を申し込まれた。しかも、 銀二宝の婚礼の支度金まで手渡された。巨船は喜び、姉夫婦と共に、その支度金の包みを開いてみると、中から出てきたのは、盗品の銀であった。罪を問われた、巨船は無知打ちに処せられた上、祖州へと流された。巨船を慕う白娘は、祖州へ追ってきた。無実の罪であった、巨船は白娘を憎んでいたが、 彼女の心と向かい合う中にその恨みは影を潜め、愛着だけが強くなっていった。二人は幸福な愛の生活を送ることとなった。ある時、巨泉は、香山道同人という同士に、妖魔に見入られていると警告された。妻である白娘の正体は、白蛇のせいだというのだ。香山は白娘と対決するが、白娘の揚力は彼を遥かに上回っていた。 しかし、白娘は、宿屋の主、王明の縁に招かれた際、ある酒を口にしたため、白蛇の姿をさらしてしまう。そのショックで、巨仙は命を落とす。白娘は彼を蘇らせようと天界にいる洗脳の、元へ行き蘇生の術を授かるが、その間に、巨仙は蚊や山の手によって、息を吹き返しており、崩壊前人のいる金山寺にかくまわれていた。 彼を返して欲しいと訴える白娘だが禅寺は聞き入れない。怒りと巨戦を愛する常年から、白娘はその揚力で、長江の水を操り、金山寺めがけて大洪水を起こすのだった。映画クレジット順以下の順番は本編クレジットに準拠。日本初の初のカラー長編アニメ、白蛇伝が作られるきっかけとなった映画は、本作とされる。 中国の説は、白蛇伝を題材にしていた本作は、香港で工業的に大成功を収めた。これを受け、白夫人のあやかしこよアニメ化する企画が、香港の映画界から東映に持ち込まれた。これがきっかけとなり、東映社長、大川博士は、香港の下請けとしてでなく、独自の本格的なアニメ映画を作ることを考え始めた。 当時大きな工業収益を上げるアニメはディズニー映画のみだったが日本においてアニメ映画制作の体制を整えていけば将来大きな産業になるのではないかという鉄道省の役人から東急の専務そして東映の社長へと叩き上げてきた大川の経営者としての予測もあったありがとうございます